さて、ここからはですね、平面ベクトルの幾何的な意味について、説明をします。で、実はこの第 1.1 節の最後の方で線形独立か線形従属の、概念の話が出てくるんですけれども、これはちょっと後回しにして、まず平面ベクトルの幾何的な意味から説明していきます。まずですね、ここで皆さんに問いたいことなんですけど、多分皆さんですね、高校の数学も含めて、この矢印、これはベクトルと思って使ってきたんじゃないかと思います。しかしよく考えてみますと、平面ベクトルっていうのは実数、例えば実数をこう2個縦に並べて括弧でくくったものに過ぎなくって、で、あと矢印っていうのはただの図形ですよね。ですので、よく考えると、この平面ベクトルと図形の矢印というのは本来別物なはずで、この2つを結びつける考え方があるはずなんですね。そこで、ここでは、これまでなんとなく扱ってきた、このベクトルと、この矢印の図形の対応を明確にしていきたいと思います。まず、この矢印ですね、有効線分、矢印って言ってもいいんですけど、数学的にはもうちょっとちゃんと有効線分と言います。どういう意味かというと、線分は、長さが、有界というのは、有限な直線ですね。数学で直線というと長さは一辺に無限になりますので、その中であるところからあるところまで区切った直線のことを線分と言います、数学では。で、有効っていうのは向きがあるっていう意味で、矢印がついてる線分のことを有効線分と言います。で、ここでまず、有効線分が等しいという定義をします。一応、有効線分ですね、図形、毎回この矢印の図形書くと大変ですから、この線分の始点と終点に P と Q っていう名前をつけて、で、この PQ、上矢印で、この線分を表すと思ってください。で、今、有効線分 PQ と P'Q' っていうのがあったときに、これが等しい、2つの有効線分が等しいっていうことはどうやって言うかっていうと、このどっちか片方でいいんですけど、どっちか片方を平行移動していって、もう片方にピタッと重なるというときに、この2本の有効線分は等しいということにします。いいでしょうか。直感的な定義ですよね。はい。で、次にその有効線分とですね、矢印と平面ベクトルの、対応付けをこれからやっていくんですが、ちょっと今、ここのスライドの箇条書きがちょっとごちゃごちゃしているので、次のスライドのこう図とこう行ったり来たりしながら紹介しますので、ちょっとご了承ください。まず平面上に XY 座標を定めます。とりあえずこんな直交座標を定めるわけですね。それで、その中で今ですね、この例えば PQ、この PQ、この線分 PQ とこう、相当相等しい、等しい線分っていうのは、この平面の中に無数に存在するわけですね。この PQ を平行移動していったものすべてが、一応この PQ と等しいってことになってますから、そうすると、この PQ と等しい線分っていうのは、この平面上に無数に存在するんですが、ここで、この始点をですね、原点にとったやつですね、これを1個取ってきます。だから無数にある有効線分の中で、始点が原点にあるやつを1個取ってきます。で、この始点を原点に取った線分で、この等しい全部の線分の代表っていうふうにします。だから PQ と等しい線分は無限個あるんだけど、その中の代表として、始点が原点にある線分、この OA って書いてある線分ですね、これを今書いている全部の線分の代表とします。数学ではこういう弦のことを代表弦というふうに呼んだりします。そうしますと、この OA ですね、OA の A のところには座標があるはずですね。今座標平面だから。例えば今 A の座標が A1、A2 だったとしましょう。そうすると、 A1、A2 って実数2個が取れるから、そこで実数のベクトル A1、A2 っていうのを取るんですね。これ平面ベクトルを取るわけです、これ。で、これをもって、この有効線分と平面ベクトル1個を対応付けるっていうのはこのやり方です。ということで、言ってみれば、この OA とですね、等しい無限個の
有効線分とこの平面ベクトル A1、A2 が対応付けられるということになるわけです。これでよろしいでしょうかね。はい。ということで、そうですね、その OA、線分 OA と等しい有効線分すべてが、まあ、A と対応付けられて、この、まあ、今図で書いてるこの3本の有効線分は全部、この、A1、A2 という平面ベクトルと対応付けられるというのがポイントです。ここまでよろしいでしょうか。はい。で、これに関連しまして、1ベクトルという定義もできます。これは逆に有効線分から平面ベクトルを定義するんですけれども、今ですね、こちらにあるように、その、まあ、OA という、その、有効線分があったときに、その時ですね、この平面ベクトル A を対応づけるって言いましたけど、この時に、この平面ベクトル A のことを、まあ、点 A、ここでいうその線分の先端の点 A の1ベクトルとも言いますので、まあ、それはちょっと覚えておいてください。ここまでいいでしょうか。はい。それからあと、ベクトルの長さですね。これは、A というのを平面ベクトルとしたときに、まあ、その長さは、まあ、各成分の2乗の和を取って平方根を取ったものと。いうことで、正の平方根ですね。正の平方根を取ったものを、ベクトル A の長さと言います。で、まあ、先ほどのその有効線分と平面ベクトルの対応付けから分かる性質として、平面ベクトル A の長さは、その A に対応する有効線分の長さに等しいということが言えます。これによって、その、何でしょう、平面ベクトルの長さっていうのはあくまでもこういう式で与えられる数値なんですけど、一方で、その有効線分の長さっていうのは、この幾何的な値ですね。これが、同じものだというふうに見なせるというわけです。そういう、本来異なるんだけれども、まあ、同じに見なせるっていうことに注意してください。まあ、でいいでしょうか。はい。それでは、ここから、その、平面ベクトルのスカラーバイト和の、幾何的な意味について少し説明していきたいと思います。まず、スカラー倍ですね。まあ、今、A というのが、A1、A2 として与えられたときに、まあ、これを、その、有効線分 OA の、まあ、に対応するベクトルとしましょう。で、このときに、スカラー倍、この A のスカラー倍っていうのは、まあ、なんか実数 C を、スカラー C をかけたもので、成分は CA1、CJ2 というふうになるんですけれども、幾何的にはどういうことをやってるかというとですね、まず長さは、この先ほどの長さの定義に従って計算すると、元のベクトル A の長さに、このスカラー C の絶対値をかけるものになります。だから長さは C 倍になって、で、向きは、その、もし C が0であれば、OA と同じ向きですし、C が0でなければ、C が0であれば点になってしまうし、C が負であれば OA と逆向きになるっていうんですね。ちょっとこれをジオジェブラで少し見てみることにしましょう。これでいけますかね。よいしょ。よいしょ。はい。今ですね、この V というベクトルに対して、この V の A 倍っていう W というベクトルがあります。これはだからスカラー倍なわけですね。そうすると、まあ、A が、スカラーが1より大きくなれば、この長さっていうのは、もともとの V の長さより大きくなりますし、例えばこの A が0になれば、まあ、原点に位置しますので、まあ、長さがなくなるというわけですね。また、スカラーが A が負になれば、向きは V と逆向きになると。まあ、こういうことが、その幾何的に言えるというわけです。ここまでいいでしょうか。はい。では、続きましょう。次にベクトルの和ですね。まず A を、まあ、A1、A2 として、まあ、これに対応する線分を OA とします。それから B も B1、B2 というベクトルを考えて、これに対応する線分が OB とするときに、まあ、A プラス B、ベクトル A プラス B の和というのが、その、OC ベクトルですね。ちょっとじゃあこれをまたやはり平面上でちょっと見てみることにしましょう。こういう形でですね、そのベクトル A がありまして、
それからベクトル B があるというときに、ベクトル A と B の和っていうのは、この B を線分 OB を平行移動していって、この視点を A につなげたときに出てきたこの終点ですね。これと原点を結ぶベクトル、この青いベクトルが、まあ、A と B の和の幾何的なものになるということです。まあ、こんなふうに、まあ、A と B を変えるといろいろ変わってくるということですね。でしょうか。はい。それから、あとベクトルの引き算の方ですね。引き算の方はもうちょっと、ちょっと複雑かもしれませんけれども、これもちょっと見てみますと、今ですね、この、ベクトル A と B があったときに、これは、ベクトル A はこのままですかね。ベクトル B の、長さが等しくて反対向きのベクトルをこういうふうに取ります。でそして、ベクトル A を平行移動していって、こちらのベクトル B' の、先端にこうつけると。で、それで、出てきたこのベクトルが、実はベクトル A と B の差になっているというふうに言えます。もしくはですね、実はこのベクトルっていうのは、平行移動していくと、実はこの A と B を結ぶ線分になりまして、で向きは B から A への向きっていうことになるんですね。でこれ何意味しているかっていうと、B を向きを反対にして、原点の方を向くようにして、でそれに A を加えたものが、まあ、結果的にここを結ぶベクトルになって A-B として表せるということも言えます。まあ、こういう形でこの A-B が幾何的に分かるので、これもちょっと押さえておいてください。なお、今表示しているジオジェブラのアプリなんですけれども、皆さんがこのスライドをダウンロードした PDF のファイルからリンクが埋め込んであって、そこから実際に皆さんが使うことができますので、ぜひ使ってみてください。皆さんこうやって今僕がやったようにいろいろ点を動かしてですね、ぐりぐりやってベクトルの和やさを確かめることができると思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、それからとですね、この R2 が基本ベクトル E1、E2 で貼られるっていうのは幾何的な意味なんですけれども、これはですね、この E1 と E2 の線形結合で表されるベクトル X が、まあ、平面全体を覆うというふうに捉えることができます。で、これも、今ですね、このジオジェブラでちょっと図を出してみましたけれども、今、すみません、この E1 と E2 の向きが普通の XY 平面と逆なんですが、E1 が上向きで E2 が右向きのベクトルとします。で、この時に、まあ、こんなふうに、こう、線形結合をこう取るわけですね。まあ、E2 の係数をこう動かす。それから、E1 の係数を動かす。まあ、こんなふうにすることで、この E1 と E2 の線形結合の、まあ、スカラー倍をこういろいろ動かすことで、この赤いベクトルの先端がですね、こう、平面上のどこの場所にも行くと。いうことで、こう全平面全体を覆うようにこうこの赤いベクトルを動かすことができるっていう意味だというのが一応この説明になっています。で、これっていうのはそのまあ貼るっていうのはどういう意味かっていうと、こんなふうにですね言ってみますと、このまあこれこの写真のどっか、これ障子の写真ですけど、こんなふうにこう XY 軸が取られて、平面E1 と E2 はこの辺のどっかに取られて、でそれの線形結合でこう障子をちょっと貼られるみたいにですね、こう平面上の点をそのさっきの赤いベクトルが全部貼るということで、まあ、こういうイメージ、貼るっていうのはこんなふうに E1 と E2 の線形結合で表せるベクトルが平面全体を覆うというふうにこうまあ、視覚的に捉えられるかというふうに思います。ここまでいいでしょうか。